お疲れ様です。競輪いつきチャンネルいつきです。明日からね、えー、大垣競輪 G3 ということでね。 11レース、12レース、展開予想をしていきたいと思います。まずは大垣競輪、400メートルバンクで、直線が56メートルと長いですね。1着の決まり手、逃げ19、まくり28、差し53、圧倒的差し合い有利のバンクです。2着、逃げ17、まくり15、差し29、マーク39。筋違いも、ね、しっかりと入る、ここの直線だけでドラマが生まれる。それが、ね、大垣競輪場となっております。それでは11レースメンバーを見ていきましょう。1番井上。 2番佐藤3番芦沢4番寺沼5番友貞6番猪狩7番松岡8番小島9番伊藤大志となっております並びの方をね、えー、整理していきましょうか438と4番の寺沼に3番の芦沢8番の小島がねつけていきます7157番の松岡に1番の伊藤正樹5番の友貞が回ります 6、2、9、6番のがりに、2番の佐藤、9番の伊藤ということで、ここは綺麗な3対3対3、ライン3分線です。ライン先頭を走る自力型比較していきましょう。4番の寺沼、バック12回、ホーム11回、逃げの決まり高5、まくり勝ち、差し勝ち、マークが0と、まあ、先行マクリ、まくり、しぶきだと思うんですけれど、これはね、どうしても A 級の戦力を含んでいるということがありますので、ちょっと S 級ではね、自在っぽく走るかもわかりません。 7番の松岡、バック4回、ホーム6回、逃げの決まり手が1、まくりが4、差しが3、マークが1、こちら、まくり先行タイプですね。そして6番の猪狩、バック3回、ホーム4回、逃げの決まり手が1、まくりが1、差しが0、マークが0と、1まくりで戦ってるんですけれどね、ちょっと、えー、まあ S 級では、ね、2が重いかなということでね、えー、まあバック取ってね、えー、ちょっとレースをね、かき乱してくれれば面白いかなと思います。まあ、A 級の戦略を含んでるんで、まあ、いまいちな 何とも言えないんですけれどもね、4番の寺沼か1番の行この辺りがスタートをね持ってますので、どっちが,が取るんじゃないかと。まあ、九州勢の気持ち1つということなんですけれどもね、まあ、前受けするのはしんどいかなと思えば、438がスタートを取るかなと。えー、そうすると中段715で、まあ、629が後方からの仕掛けと。赤番で629が叩いていきます。715が切り替えて438。あとはちょっと前と車間を開けて、4番の寺沼 警戒しながらねジャンからホームにかけて一気に7番の松岡が主導権取り、629が中断、438が後方というふうに、ねまあ、考えましたので、まあ、こうなればね点数上位ですし、まあ、前走る松岡の方もねしっかりと自力型としては点数上位、マークする井上もマーク型としてはね点数上位というね、まあ、ガチガチの本命射限ということになっておりますので、まあ、ここはねしっかりと1番の井上から,から、ね、美味しくいただいて いいいいててやろううじゃなかかということこで、ね、1番の井上っき、まあ、ら狙っていきますまずはラインの、ね、前後をつけまして、そして、ね、ここに襲いかかってくる4番の寺の間ということで、ね、1から754折り返し前、こちらの方が本線です。そして2車間で、ね、ちょっと手広く、井上から、ね、玉返しということで、6番の猪狩、2番の佐藤。 3番の足澤ということで、ね、まあ、ここでまずは勝負をしていきたいと。まあ、穴を開けたときっていうのは、やっぱり4番の寺沼、バック12回持ってますんでね、ここが先行して、まあ、足澤がさばいて抜け出すということで、まあ、3番の足澤を穴ということでね、まずは4番、8番、ラインの前後をつけて、そこに襲いかかってくる7番の松岡、6番の井川がり、自力型をつけていきたいと思います。それでは12レースメンバーを見ていきましょう。1番平原、2番小倉、3番山口健也。 4番、吉田勇樹。5番、新山強平。6番、鈴木。7番、古生。8番、岩本。9番、犬伏。いいメンバーですね。まずは、ラインの方を確認していきましょう。4番、1番。4番の吉田勇樹に1番の平原。鉄壁ラインですね。9番、2番。9番の犬伏に2番の小倉え。こちらも徳島協力。 コンビなんですけれど、ちょっとね、小倉の調子がまだ悪いということになってますんで、ちょっとね、犬節、勝つためにはまくっていった方がいいんじゃないかなと思うんですけれど、多分ね、先行するんでしょうね。様の山口短期。 5番の新山短期、7番の古障が短期ということでね、ちょっとこれだけ短期勢が多いと、まあ、予想しづらいと、まあ本来はこれ古障の後ろに山口つけたかったんじゃないのかなと番組は的にはね、思うんですけれど、山口がね、古生さん後ろで勉強させてくださいなんていうわけないですわね。え自分で行くよというね、腹くくってると思います。まあえみんなね、気の強い選手ばっかりなんでね、ちょっと短期が多いのかなということですよね。えそして最後に8番の9番。 の岩本に6番の鈴スタート、こんなもん誰取るか分かるかというね話になってくるんですけれど、それじゃ話になりませんので、ここはえ枠なりでいこうかということで、1番の平原がスタートを取れば、4番、1番が前受け、このままね突っ張るかも分からないですね。そうなると、2番の小倉がいますので、9番、2番がこの前中段、であと短期の選手がずらりいて、8番、6番は外枠を引いておりません最後方からの仕掛けになってしまうと。 赤番で8番6番がインを切りに行きます。7切り替え、5切り替え、3切り替え、9、2、ね、4、1ということで。まあ結果ね、ジャンで、まあ、9番の犬節とね、 4番の吉田裕樹のね、絵も描き合いがあるんじゃないかと。それをまあ、短期前、プラス岩本がまくっていく展開になるのかなというふうに考えましたので、まあ、ここね、小間切れ戦でも今のね、調子から考えていけば、古、ま、書、あ、ここね、しっかりと走ってくれるでしょうということで、まあ、本命ね、古書、まあ、誰でもが思うことですけれど、ただね、穴が開く可能性もあるんじゃないかなと思ってるんですよね。それは、古書 G1 とっててね、 まあ、ちょっと気が緩むではないですけど、人間そんなにね、集中できるのかというね、ところもありますので、まあ、ちょっと故障が失敗してしまったとき、まあ、ここはやっぱり地元地区ということで負けれないでしょう。3番山県ということで山口から狙っていきたいと思います。まずは7番の故障から1番の平原、2番の小倉、要は先行している番手、どちらかだとね、思いますので、そのどちらかをつけてと、そしてそこにね、 地元の維持で、まあ、3番の山口が突っ込んでくる。5番の新山も SS ですからね、そう簡単に負けれないということでね、えー、7から1、2、3、そして5ということ、えー、ここが本線です。えー、そして二者団で穴をね、狙っていこうということで、まあもうここ地元、山県からですよね。えー、5番の新山、一番の平原、えー、2番の小栗、9番の犬伏という、ねえー、ところをつけて、ちょっとね、三、えー、から、うん 抜くんだったら2番の小倉かなということでね、ちょっと小倉の出来が悪すぎるというか、ちょっとまだ復調途上というところでね、まあ2着3着が精一杯なのかなと、えー、これだけのメンバーが揃ってしまいますと、ちょっとね、えー、直線しんどいかなというふうに思います。で、正直な話、三番の山口もね、うん、ちょっとそこまでね、 前走 F1 も優勝してますし、その前の SS 班のいない G3 も優勝はしてるんですけれど、まあ、ちょっとね、SS 班と比べると物足らないんじゃないかなというところはありますけれどね、まあ、地元地区2割増しということで狙っていきたいと思います。ただ、すんなりと4番のね、吉田勇樹が逃げて、1番の平原が番手ークに行けばね、まあ、もちろん1番の平原でいけるというところもあるんですけれど、ちょっと1番の平原も調子、 落ちしてますよねということになっていますので、まあ、ここ、一番、ね、調子のいい選手から狙っていくのが面白いのかなということで、7番のやっぱり故障、まあ、ここで、ね、いけるかなと思います。あとは、ね、地元なんで、サ、まあ、3番の山口、人気になるようだったらいらないかなと思いますけれどね、穴だったらということで、もし、ね、あまりにも人気になりすぎてしょうがないというときは、無心の逃げということで、ね、9番の犬伏から狙っても面白いんじゃないかなと思います。 さあ、明日の答え合わせをしていきましょう。ということでね、また明日の動画でお会いしましょう。さようなら